えず河川敷からこのなんかちょっと滑る怪しいじゃない危ない斜面を下って今到着しました。オオハンゴンソウがはびこっていますね。で、刺す方の虫が全然いないですわ今のところ。で、バッタ、トンボ、チョウチョがすごいいます。よいしょ。あまりこう笹やぶではないけども草はありますね。さてさて、結構大水があったりなんだりで草はなぎ倒されて下の方ね。だ今年あんまりさっきもベニタクイ見つけたぐらいでないので、どんな感じかなと思うんだけど、ないわけないですよね。あ、ありましたね。まず一発目ちんこいのありましたね。じゃあよいしょ、こうだね。うん、やっぱりあるのはありますね。ゆっくり歩いてってみましょうかね。うわ、川のあの淵なので釣り人も来るようですね、ここは。あ、マイマイが、マイマイが、くっついてます。ちょっと今日は台風の前なんですよ。台風21号が迫ってきている直前なので、こういう食い下がったところは比較的風ないんですけど、あの何もないとこ行ったらすごい風が吹いてます。これ預金かな。いや、わからんね。上まで土来てるから出てるね。これ菌類だね。で、これとここにも赤キクラゲ系のやつが出ているみたいですね。こういうのつきやすいのかな。で、今またさっきの類のものがあって、このま、あの変わった緑色してるやつもなんか菌類じゃないかなと。まあ、人工的なものだこれ。あ、なんかキツネタケみたいな、はあ、出てるもんだな。これわかるかな。ね、出てますね。小さいよね。あ、歩くとこ歩くとこになんだかんだとこう友谷岳みたいなやつとかいろいろ出てるな。やっぱりパッと見じゃわかんなくて歩いてみないとダメだね。ちょっと撮ってみますか一つ。これ撮ってみますね。あ、やっぱりキツネタケかな。あの茎の部分はちょっと硬めでヒダですね。うん、戻そう。はあ、あ、これさりげにね、こういうとこにもこうチラッと顔出してますよ。あんまり最近歩いてないですからね、いろいろ名前が全く出てこないですね。何かね、鈴をつけた人が歩いてますけど、釣り人だねきっとね。ああ、釣り人だ。よし、ちょっと川に近づいて、さっき橋の上からね、ちらっと見えたような気がするんだけども、ちょっとばかり近づいていってみますか。釣り人が今ちょっと話してたんですけども、魚結構見えるんだけど、今日食いつかないみたいですね。はあ。
これは同じだね。あ、なんか結構足長くない？これ足高？ちょっとこんなんかすごい、あーあああ、ごめん、むしりちゃった。へー、うん、匂いしない、匂いしないね。うわー、さっきね見えたんだよね、川に近いところにね。あ、これが私の目も狂ってないね。あ、一本じゃなかった、これがね多分見えたんだと思う。橋の上がここにあるでしょ、これ。でこの下にもね、あ、ちょっと口でね、ありますよ。これはしめじ系なのかな。あったあった、初か、初なんだろう。いや、ちょっと安心した、こういうのが出てくると。うん、まあいずれにしてももうそれちょっと終わりかけてるんで。ああ、ここにもあった。あ、この辺ハツみたいなのいっぱい出てるね。あるね、あるね、これ。うん、ほらほらほら、うわ、これいいね、可愛くて。どこでしょう。あ、もう虫食っとるわ、これでも。木のところ、よし、ありがとう。よいしょ。あ、こんな河川敷でも、河川敷でもこれあるもんだな。こんなに川に近いから水没しそうだけどね、ちょっと大雨になったら。でも菌糸が伸びてるっていうことだな。川がこう増水してるときは眠ってんだろうね、菌糸の状態で。不思議なんですよね、橋挟んで向こう側行くと笹やぶで川があって、こっち行くと意外と笹がない。お、蚊が飛んできたぞ。いたか、蚊取り線香炊くか。で今急遽蚊取り線香つけました。ちょっと残りがあったんでこのぐらいの量で十分ですね。いるんだね、まだ蚊がね。なんかさりげに振り返ったら、うん、ありました。これもキノコです、赤いの。形がやっぱり一般の人ってキノコの形ってないとキノコとは思わないかもしれないですけどね、キノコなんですよ。んー、ないな、今あったような気がするけども、とりあえず蚊とはおさらばだね。河川敷だとどこまでもあるね、これ。無残なこの吹きの姿っていうか、これみんなの役に立つ。ああ、ここにあったじゃん、ほら。うわー、このキツツキの激しい跡、これその中にポロンとありました。おお、カッチカチや、硬いね。こんな感じですな、うん、ということは結構前からあったんだね。まあ、ここまで水位来なかったかな。まあ、耐えてるね、下の方で。これ下が物々しいんだよね、あのキツツキがやった直後のグッと跡が。この中に虫がいっぱいいるんだね。そうすると餌の、ああ、足元はすごいことになってた。危なく踏むとこだった。ああ、笑いが出ちゃった。これ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 、君たち隠れてないで出ておいで。ああ、これすごいね。これなんだこれ。おっと、あ、ベロベロだよこれ。あー、いい感じだね、これ。匂いどうだろう。あ、匂いいいね、これ。これ、なんて言うんだろう、これ。あれ？見たことないかもしれないな、これ。これ、すごいいい匂い。え、これ、結構大きいじゃん。
ねえ。はあ、出てくる出てくる。次から次へと出てくる。面白い。いやー、しばらく来てなかったから。いたんだね、キノコたち。いやー、面白い。こんなのさ、これ瓦礫でしょ。後々これ全部、キノコの住処になりますね、これ。ほら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 。似たような系統いっぱいあるんだけど。お？ほら。あ、なんか、遠目で見てるよりあるなぁ。あ、カエルだ。カエルだ。エゾアカかな？エゾアカかアマガエルか。ああ、焦ってるね。襲わないから大丈夫だよ。おお、やっぱり来てよかったな。さっきね、あの、すごい、デザートっていうか、厳しい山道を走ってたんですよ。だけど、本当にベニタケしかなくて、どこどう入っていいのかなんて考えてるうちに、もう、これダメだなと。で、ちょっと下ってきて、あの、軟弱な、アスファルトの道を、通過して、橋を通過したら、ここが目についちゃって、釣り人も何人かいるし、ちょっと行ってみようかなって来たんですけどね。そしたら、ちょっといい感じじゃないですか、これ。今日もいい感じじゃないですか？よいしょ。お、おりゃー。おりゃー、会えたよ、また。なんかだんだん面白くなってたぞ。やばいぞ、これ。面白くなって。あららららら、あららららら、ほら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 、ある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 。ある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 。ほら、あるあるある。あるしか言えねえのかって感じだけども。出てましたね。これなんかあの、さっきのでかいやつと似てるかも。形違うけどさ。あ、これ、あの、絵が黒いやつだから、えのきだ。えのきだよね、これ。そっかそっか。でもさっきの違うな。えのきじゃないな、あれは。うん。ほうこじゃない、これ。キノコ観察する人にとってはもういい場所になっちゃってますよ。でも結構同系列多いかな。あ、ほら。ああ、もう朽ちてるね。こんなとこにも出るんだ。あ、なんか、ひだついてるな、これ。ちょっと取ってみよう。あ、折れちゃった。これ、かわいいひだついてる。こういうのもいいよね。よいしょ。ああ、なんか意外と、やっぱり土から出てるっぽいけど、木狙ってそこから出てきてんだろうな。もう白樺もあるし、いろんな木がここはあるね。もうちょっと行ってみる？よいしょ。あの、せせらぎの音がいいよね、こういうところは。で、急に大水になったら大変だけども、逃げなきゃならないけどね。その前に逃げなきゃならないけど。今日はその大雨の予定は今のところないので、明日の朝から晩、なんか台風来るんだけど、その前だからまだ助かってますよ。うん、ということは、この、キノコあっても、その、台風来た時は怪しいな。ほら、シダの赤ちゃんが、かわいいでしょ、これ。ねえ。おぉ。どうもやっぱり習性的に木の根っこの方見ちゃうな。これなんか、ひたすら歩いて迷子になるっていうことないよね。川だから。また、あー、なんたるちや、かんたるちや。やばいね、これ。うわ、うわ、ちょっとまたこれ。
危ないぞこれ。いや、やばいねこれ。やばい。何これ。おお、オンパレードじゃない。オンパレードですよこれ。この一帯やばい。こんなことなったの。これ危ないね。近づくと。大丈夫か、大丈夫か。なんか足元これ弱くね。うん、コンクリートあるし。ゆっくり行こう、ゆっくり。うわー、すげえ。なんかどさくさ紛れの一つ違うのあるけど。うわ、いや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 、あ、中までこれ食い込むように。予定してないですからね、こんなこと。全然真面目に。せせらぎですよこれ。せせらぎで声かき消されるかもしれないけど。おお、もうちょっと手前でやめなくてよかったね、これ。え、まだ何かあるかも。あ、や、ここまで出してるよ、これ。違う種類だ、これ。何あるんじゃん、めっちゃあるんじゃん、今年。ないとか言ってて。ほら、あんなの、わかる？こんなとこまでなんだよ、俺。あ、影になっちゃった。あるよ。あるよ。これすげえ。これはもともとあるね。なんか瓦竹みたいな、この貝殻竹みたいな。これはもともとあるね。いや、今のなんかああいう種類でああいう群生っていうのなんか見たことないね。うわ、よいしょ。お花も咲きます。あー、かわいい。癒されるわ、こういうのは。で、さりげに腰筋があるといったところですな。こっから先はかなり歩きやすくなってます。ということは期待できないんだろうか。そんなことないよね。うわー、でもここずっと流れたんだね。よいしょ。うわー、なんか飛んできた、顔に。お、なんか、泣いてるぞ、なんか。これも倒されたか。さっきのこういう根っこのとこにガッツリ入ってたね。うん？おお、たくましくない？これ。これちょっと近いか。新芽出てるよ、これ倒されたやつ。生きようとしてるよ。これ。これ。まだ生きてるよ、君は。起こしてあげたら復活するよね。私の力では無理だけど。無理だけど。うん。全身だね。よいしょ。なんか雰囲気的にはね、この辺はちょっとない感じ。さっきの込み入ってるあれじゃないからね。はぁ、一休憩みたいな感じだね。本当に歩きやすい。せっかくだから川の中覗いてみっか。どんな感じでしょうかね。魚がものすごい見えるって言うんだけども、見えて釣れない。確かに澄んでるよね。でも偏光レンズって釣りの人かけるメガネかけないと全く見えないわ、これ。いい感じですよね。とても嵐が来るとは思えない。うん、次こうキノコになるんだろうな。この辺も白いのいっぱいついてますよ。よいしょ。あ、ちっちゃいの出てるけど、まあ、こういうのはいっぱいあります。蚊が来なくなったね。蚊取り線香効いたかな。よいしょ。おー、何もないよって嘘だよ。あるよ、いっぱいあるよ。歩いてたらあるんだもん、こうやって。でも全部同じじゃん、さっきと。今この季節なのかな。ねえ。
またもいじゃうよ。ここいいかな。ああ、さっきのね、あ、もう虫食ってるわ。もう虫食ってる。カチカチ、茎が。ありがとう。よいしょ。ちょっと珍しいもの出てこねえかな。まあこの流れの後のところで求めるのは難しいかな。これすごいよね。キューンってカーブしてって流れで、こういう形になっちゃったんだね。これ新武器じゃない？今頃これ可愛いの出てるよ。あ、この先はねちょっときついかな。ちょっと湿地帯になってってるんで。あ、いやちょっと待て、ここだけだ。これあの先がちょっと怪しいのあるぞ。行ってみるか。予想通りだよこれ。いやみんな連れてきたいよねこれ。写真撮る人もさ、これ撮りたいでしょ。こんななっちゃったら、ほら表にも裏側にもついてるもん。びっちりよこれ。うわー、どうでしょう、どうでしょうこれ。ここでしょ。で地面からもいっぱい出てきてるしね。はいはい、鈴なりだよ鈴なり。面白い、はあ、なんか専門家の人とまた歩きたくなるね。専門家の人逆に見向きもしなかったりするんだよね。もっと複雑なやつ探したりするから。あれあの先にもそうじゃない、あの切り株みたいなやつのとこさ、ちょっと行ってみるかな。なんか見えるんだけど、すでにすごいことが。ほら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 、全部同じだ。いや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 、うわーすごいことになってるよ。どこまで行ってもこいつらさ、その先にもそうだもん。なんかさ、こう変わった茶碗だけとかさ、そういうもん出てこないで、全部これ。あーもう嫌だっていうぐらいある。大豊作じゃない。あ、これちょっと種類、あ、同じか、ちょっと形が見える。面白すぎるよ今日。群落だよ群落。群落じゃないか、群生か、群生だよ。あ、ここ激しいね。かなり水流激しかったね。その下にもこれ出てるけどね。はあ、いや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 、あ、はあ、これは水圧すごかっただろう。あの先にも腰掛けるやるわ。うわ、雲の顔についた。うう、勘弁。よいしょっと。あれ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 。あるね。あるあるある。本当やばくなってきましたこれ、なんか湿地で。ということで今回ちょっと騒いだだけになっちゃったんだけど、こんなとこでよろしいでしょうか。ご勘弁ください。なんか次回はね、専門家の人と、専門家じゃなくてもちょっと好きな人と来れたらいいなっていう感じなんですけども。ではまたお会いしましょう。